この自分がどこでリリースしたいかっていうのを一球一球確認しながら、何のためにこの動作をしてるかっていう意図があるかどうかってことが一番大事なので、今回は、リリースのタイミングを安定させる方法の、練習方法の一つとして紹介したいと思います。 JD リーグのピッチャーたちもやってる姿を見ると思うんですけど、よくピッチャーがこうやってあのグローブにボールをこうパンパンパンと投げて、あの肩を温めたり自分のイメージを作ってるピッチャー多いと思うんですけど、同じように自分がどこでリリースしたいかっていうのをしっかり頭の中でイメージして、ちょっと横でグローブにボールをしっかり投げ込む、この練習はこのリリースを安定させる練習の一つとしてもすごく有効的だと思うので、もうどこでもできる練習。ただ外しちゃうとボールビヨーンって向こうまで行ってしまうので、しっかりグローブも意識して使ってほしいんですけど、この自分がどこでリリースしたいかっていうのを一球一球確認しながら、あ、もうちょっと前がいいかな、もうちょっと後ろがいいかなとかっていうのを確認しながら、腕もしっかり回すし足もしっかり使ってあげること。あのよく手だけでこうやってやってるピッチャーも多いと思うんですけど、私はどっちかっていうと足とのタイミングを忘れないように、足の使い方を忘れないように、足がサボらないようにしっかりこの引き付け忘れちゃダメだよっていう意味も込めてやってることが多いので、特に試合のマウンドに上がる前とかはよくベンチでさりげなく意識しながらやってること多いです。手というよりも足をしっかり使ってリリース、足を引きつけてリリースポイントを合わせるイメージをしながら、私はよく試合前とかマウンドに上がる前に確認しながら上がってやってるので、リリースポイントちょっとばらついてて安定させたいなとかって考えてる人たちはこういう練習も取り入れるといいんじゃないかなと思います。私はどっちかっていうと足をメインで意識して練習をしているので、足を引きつけてからリリースに入ってるイメージで投げてますけど、まあ、実際みんながこう見てる絵的にはほぼ同じだと思います。だけど何でかな、同じが正しいとかずれてるから正しくないじゃなくて、何のためにこの動作をしてるかっていう意図があるかどうかってことが一番大事なので、足を意識したければ足を意識してる延長上にリリースが来てる、逆にリリースがどうしても後ろになっちゃうからどうしても絶対前で合わせたい、だからリリースの意識をしたい人はむしろ足の引き付けよりもリリースの場所、自分が投げたいリリースの場所の確認をすることをメインでやることに意味があると思うので、ただリリースポイントを意識したい安定させたいっていう練習方法の一つとして私はどっちもありだと思うし、タイミング、やっぱりピッチャーはすごくタイミングが大事なあのポジションなので、タイミングを合わせるという意味でもあのこのしっかり自分のグローブにボールを収める練習、リリースポイントの確認をするという練習はおすすめできる一つの練習法かなと思います。私の場合は、足、さっきも言ったように足がサボってくるとリリースがずれてコントロールが荒れてくるっていう方向につながってるって、もう癖が分かってるので、どっちかっていうと足を動かすこと、足を使ってしっかり投げるということを意識してあの投げるようにはしてるんですけど、
やっぱりリリースポイントがばらついてる、ばらついててコントロールが荒れてしまうっていう選手に関しては、やっぱり再度リリースポイントを確認して入ることによってまたコントロールが落ち着いてくるってことは十分にあり得るかなと思います。自分が一番しっくりくるリリースポイントっていうのはその日によって変わったりはしないですか？しないです。フォームが変わってしまうっていうのと同じなので、フォームが安定している以上リリースポイントはずっと同じ場所って思って大丈夫です。自分がどのリリースポイントが一番いい球がいくかっていうことを見つけなきゃいけないし、知ってなきゃいけないっていうのが一番前提になってくるかなと。そのためにみんな毎日何百球も投げて練習をする。その日の体のコンディショニングも変わるし、こういう日はこういう感覚で同じ場所に持ってくる、また違う日は違った感覚で、でもリリースポイントは同じ場所に持ってくることで同じボールがコンスタントに毎日投げることができるっていうことにつながってくるんじゃないのかなと思います。音が悪いのはグローブに入ってる場所が悪いだけなので、そのタイミング、自分のタイミングをしっかり自分で分かってれば、ちゃんと入れる場所、握るタイミング、いろんなタイミングを合わせることができるようになるので、球が遅い早い関係なくみんなバシッと音を鳴らすことができると思います。よかったらコメントをよろしくお願いします。